同胞、鈴木誠也さんの打球速度、メジャートップクラス、わらわらわら。バレルシンデテクサ。バレル 19% はあかんすよ。平均速度メジャー上位、マックスメジャートップクラス。とにかく角度がつかない誠也。吉田がこれやからな、シーズン終わる頃には誠也のが上になっとるよ。守備がグロすぎる。アウトフィールダージャンプ1、白身。そろそろ落ちてくる感じしてきたな、打球速度が死にかけてる。意味のない打球速度だよ。こんなんでも NPB に戻ってきたら3割5分50本150打点打つもよ。今日も鈴木はタイムリーツーベースと西球野からウォーの差が 0.1 になるぞ。やっぱ吉田の守備やばいんだなって。ハードヒット率も高いのに長打心出てくさ。大谷 2.3、 ヌートバー 1.3、 ダルビッシュ 1.1、 ほか1未満。これがウォーや。やっぱバリバリのメジャーリーガーって安定して数値残すような。菊池とか千賀も 0.2 とかその辺やろ。藤浪がマイナス 0.2 らしくて笑うけど。そのうち上がるやろ。ホームラン打ちたいから力んでるっていうのある不調で、これだけ踏みとどまれてるのは偉い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。